アクリルスタンド&ラバーキーホルダーの受注も終わり、イラストコンテストも一区切りして絶賛10周年企画中ですが、ついに9月3日ウィズライブを使ってのレオンチャンネルトークイベント、こちらが始まりますが、ウィズライブのページを見ると50枠もあったトーク枠がなんと残り16枠となっております。もう申し込んでいただいた方本当ありがとうございます。1枠1分半で1対1でスマホを使って僕と自由に話せるよっていうもので、以前このイベントに関しては開催概要を詳しく解説しておりますので、その動画を貼っておきますが、今残りの枠が13時28分土曜日の午後1時半頃からダダダーと言って2時半頃までの枠内で残り16枠が申し込み可能で、どうしようかなと思ったけど予定が合いそうだからじゃあ申し込んじゃおうかなとか、あ申し込み忘れてたとか、そういう方も16枠となっておりますので、ぜひお申し込みください。まあ1対1とは言っても、例えば友達と一緒にインして僕とお話しするとか、お父さんお母さんにお願いしてご家族と僕でトークするとか、全然そういうのでもいけるんで、前にも言いましたけど1分半短くないって思うけど、意外とまあこれで十分なんだって。結構ウーム的にも実績がある枠の取り方らしく、まあちょうどいい、だれずにトークが終えられる時間がこれくらいらしいので、ちょっと僕もね初めてのことなんで、ちゃんとリハーサルとかした上で本番に臨む予定ですが、とりあえずまだ少しだけ枠が残っておりますので、このリンクは貼っておきますので、お時間のある方はぜひよろしくお願いします。あとは予約した方は当日ぜひよろしくお願いします。以上レオンチャンネルでした。これで怒涛のレオンチャンネル10周年企画も一旦一区切りかな。